い、こんちは。日本海格闘靴沢です。やすし様、たまらんちん会長様、大きい赤ピッピ様、ひかるひかる様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうご頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。大きい赤ピッピさんは昨日デモにもご参加くださいました。外国人実習制度廃止でも動画上げました。ご覧くださいませ。なんかプードルのカンちゃんがひときわ目立っておりますが、大活躍やな。参加者の皆様、拡散にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。ツイッターなんかでね。それにしてもテレビも新聞もどっこも取材もしないし、報道もしなかったな。これも完全スルーだったな。国葬反対なんちゅうやつだったら、参加者5人でもニュースにすんのにね、テレビで放送すんのにね。ということは、このデモは日本人の子孫のためになるということを確信いたしました。テレビ新聞が全く報道しないのがその証拠。テレビ新聞は日本人のためになるデモや集会は決して報道しない。実習生受け入れ企業説明会に参加した方のお話なんですけど、聞いちゃったんですけど、実習生は現代の奴隷ってズバリ言っちゃうんだって。最低賃金で使えるメリットとですね、気に入らなくても3年間クビにできないよ、デメリットを説明、すんだって。その説明会で、実習生側にもですね、嫌になっても3年間やめらんないよ、説明があるんですけれども、そんでも嫌だから失踪するっていう、完全欠陥制度ですね。そんな強制できっかよって話よね。それとですね、のんびりした国から来た実習生を日本人なら当然のレベルで働かせると重労働させられたって思って逃げるんじゃないか、耐えきれないんじゃないか、みたいな意見もありまして、なるほどそっか、思いました。とにかくですね、実習制度は現代の奴隷制度、実習生を入れることは奴隷を輸入すること、奴隷貿易ってズバリ言われちゃってますしね。米国にやめさせないと日本を憎む外国人を量産していることになる。子孫に迷惑かけてしまいます。原初の神に命じられたですね、国家をすりこせせよ、改善してけ、永遠にっていうのの完全に麻薬だし、やめさせないとね。なんかいっそもっともっとですね、円安になってですね、外国人誰も働きに来ない、安いから観光には来て金を落としていく、ようになればなぁなどと考えてしまいます。外国人実習制度廃止デモは今後もやりますので、皆様ご参加、宣伝拡散ご協力よろしくお願いいたします。ジャニーズ事務所の新しい名前はスマイルアップだそうで、もっと他になかったのかなって、第一印象はね、チンプだなぁ、洒落てないなぁ、まあいいのかな。それでも森山博史自民党総務会長78歳、減税するなら国民の審判を受けなくてはならない。解散総選挙、自民党内でですね、物価高対策に減税しろっていう声があるそうであります。反応です。増税は良くて減税は審判が必要なの？減税は勝手にやってええんやで、増税は国民の審判がいらないのかよ。審判が必要なのは増税の方だろ、アホ。減税だけ国民に意見聞かなきゃダメとかお笑いだわ。財政なんどころか税金余しちゃってるから、減税なんかする気爪の先ほどもないくせに、増税の時はこんなこと言わねえのにな。減税言い出すとは、増税メガネがよっぽど効いたんですかね。増税クソメガネにバージョンアップしてるみたいですけど、増税メガネ、エボリューションとか、なんじゃねえかな、ちょっと思ってますけれども、増税メガネ、グランツーリスモとかね。昨年は、好景気による税収増でですね、17兆円余っちゃったって発表になってましたし、ここでも言ってかないと、増税大好き財務省が黙ってないんでしょうかね。減税掲げて選挙やれば自民党勝っちゃうな。まあ、それはそれで、本当に減税やってくれたら、まあ、勝つわな。なんやかんや言って、自民党ギリギリ赤点免れるレベルですもんね。
61点とか62点とか、そんなレベル、これ立憲だったらマイナス100点だしね、100点じゃないから0点っていう、こういう人多くて悪魔の民主党政権ができちゃったわけだしね。まあ慎重に。10月から物価高対策として最低賃金引き上げだそうであります。1位東京1113円、2位神奈川1112円、1円遠慮してるっていう、なんじゃそれって感じなんですけれども、1円、遠慮。3位大阪1064円、だいぶ違うんだな。最低岩手県、893円。徳島、沖縄、896円。秋田、愛媛、高知、宮崎、鹿児島、897円。皆様のところ、ここに入ってましたでしょうか。全国平均は1004円だそうであります。1000円超えですね。やっと。全国平均1000円超え。世論です。家賃考えたら東京の方が実質苦しそうだが、まあ岩手なんかよりもね。これから失われた30年を、取り戻すように物価も賃金も年々上がっていく。まあそうなるといいですけどね。高校生のバイトならいいけど、フルタイムだったらこの倍ぐらいは払ってもらわないとな。なんでお前ら人に使われることしか考えらんねんだよ。これ笑っちゃったな。これ最低賃金の岩手の893円、ヤクザには笑っちゃいましたよ。笑いました。ヤクザな賃金だって自覚ないんかな。最低賃金以下で雇われてる人は労基にご相談ください。世の中にはひどい経営者がいるんだからね。物価が上がる賃金が上がる、物価が上がる賃金が上がる、これを繰り返すのが健全な経済成長であります。冷戦は一機約5万円だったそうであります。戦艦大和の建造費が1億円だったか2億円だったか忘れちゃいましたけど、今とってもそんな、じゃできないですね。イージス艦が一隻1200億円って言ってたかな。だから、物価も賃金も上がっていかなくちゃならないですよ。それが経済成長ってやつ。失われた30年というのは完全に異常であります。まあ財務省の増税のせいなんですけどね。私が20代の頃は実質税負担率は 35% でした。今は 47%、ちょうど消費税分ぐらい上がってんな。これがデフレ、イコール経済縮小の犯人であります。デフレって報道してテレビで言ってっから、デフレってなんだろうなってよく理解してない人もいるんじゃないでしょうか。経済が縮小していくって、経済が衰退していく、これがデフレですからね。それとですね、コラボや若草パップスなんかの公金にたがる非生産的な連中が増えたからじゃないかな推測しております。まあ公金チューチューってやつですか。普通に経済成長できたアメリカですね、最近の西海岸の最低賃金が3000円、ハンバーガーショップで3000円だって。ただしですね、卵が1パック2000円で、高いから生活は楽ではないそうであります。これはね、単純に比較できない。日本の3倍だな、時給な、いいな言いますけれども、卵、生で食えない卵、生で食ったら腹壊す卵が1パック2000円なんだって。早く日本もですね、経済成長して追いつかないと、原油は国際価格なので立ち行かなくなるんじゃないのかなって、心配しております。原発増やして海水から抽出したですねウランを使えば石炭や原油の輸入量を減らせるんだけども、ことなかれの自民党には期待できないな。少数にギャーギャー騒がれるとですね、すぐへだれるしね。那覇市の居酒屋さん、日本語しか話せないためジャパニーズオンリーと英語で、表示。これ日本人しか来んなっていう意味と、ジャパニーズオンリー、日本語しか喋んないよっていう意味のどっちでも取れんですけど、市民が通報し行政が表示を外させるという事件が外しました。沖縄タイムズが喜んで報道。案外こいつらが通報したかもしんねえな。事件をキャッチするのが早すぎるしね。世論です。そんな店の勝手だろ。差別でも何でもない。日本語喋れる人だけって意味だろ。外国人が暴れたら行政は責任取るんか。店が客を選んで何が悪いの。意味が分かんないわ。自分の店だろ。何が悪いんだよ。入ってから不快な思いするよりも
ずっと良心的なのに、わしが店長ならジャパニーズは日本人の意味でなくて日本語の意味で書いたとこねてそのままにしておく。そうなんだよね。ジャパニーズオンリー、日本語だけで、いう意味かもしんないじゃん。中国韓国にはですね、堂々と日本人お断りって表示してる店やゴルフ場がたくさんあんのにね、日本人ばっかり公平だねえの。通報したあの自称市民も日本人かどうかわかんないですけど、私はいいことをしたって自己陶酔してんでしょうね。自己陶酔できんでしょうね。そんであの日本語全然わかんない外国人が注文に困って、困ったりイライラして店怒鳴りつけても、責任取らないっつうか無責任ね。俺が言う綺麗事をお前らが実現しろ。バカパよ、いつもこればっかり。行政がどういう理屈でですね、店の方針、を変えさせたか不明ですけれども、差別ですよとでも言ったんでしょうかね。日本語で注文できる外国人なら問題ないわけで、日本語ペラペラな外国人だったら問題ないわけで、We only speak Japanese って書いておけば差別っても言われなかったのかな。次からそうしたら We only speak Japanese、 我々日本語しか喋りません。フランス多いみたいですねフランスのお店、英語喋れんのにフランス語しか意地でも喋んねえなんていう店多いみたいですよなんか、というわけで外国人実習制度廃止デモは今後も続けますんで、皆様、ご協力、ご参加、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。